消防隊が活動する中、マンションに沿って黙々と立ち上る煙。火事があったのは札幌中央区北6条西23丁目の7階建てマンションの2階の部屋です。午後0時40分過ぎ、建物の2階の窓から黒い煙が見えると付近を通りがかった人から消防に通報がありました。消防車など18台が出動し、火はおよそ2時間で消し止められました。消防によりますと、この火事で火元の部屋にいた30代の男性が喉の痛みを訴え病院に搬送されました。警察と消防が火が出た原因を調べています。